L 型のチューニングヘッド側ですね、取った時に今何が起きてるのかっていうのをちょっと解説したいと思います。もういつ破れてもおかしくないぐらいの肉厚までいっちゃってるっていうのが、まあ、XL CT を見ると分かるという。元のオリジナルはどうかちょっと分かんないですけど、大体多分筋肉で4ミリぐらいで設計されてると思うんですね。今回狙ってるのは実は 2.5 ミリで、まあ、中のジャケットの形状をどれだけ変更するかっていうのが、まあ、今回 CT 撮ってやらないといけないところですかね。いつもお世話になっております JMC の鈴木です。今日は何をしましょう。今回は S30 の、まあ、L 型ヘッド、いわゆる L28 型のヘッドですね。これの、チューニングヘッドを XNCT で撮影したので、まあ、その詳細についてお話ししたいと思います。改めてその L 型ヘッドというのはどういうパーツなのかちょっともう一回お話しします。シンプルにエンジンですね。で、まあ、ブロックの上にこのヘッドが乗るんですけど、まあ、そのヘッドに燃焼室って言われる、まあ、ガソリンを噴射して爆発する、まあ、主に本当に重要な部品と、はい、まずは純正のヘッドも撮影させてもらってるんですけど、で、まあ、早いとされるチューニングヘッドも何点か撮影させてもらったんで、 L 型ヘッドの中でもポートと言われる、まあ、吸気と排気ってありますね。空気が入ってくる方と爆発して燃焼して出てくる方、やっぱそのポート径を皆さん変えたいんですよ。広げたいんですよね。なんでそれ広げるっていうのは、もう出力を上げたいから、上げたいだから。で、広げるときに結構手でみんなこう本当に削ってったりするんですけど、で削ってった結果、もともとの素材に対して肉厚がものすごく薄くなっちゃってます。それを結局皆さんこう今度穴開いちゃったりとか、でまたアルゴン溶接って言ってアルミを溶接して、でもう一回こう削り直すっていうことをこう何度も何度もこう繰り返しやってるので、もう肉厚がチューニングでヘッドを見ても 1.28 ミリとかそれぐらいの肉厚しか今はないんですよね。なんでもうそのいつ破れてもおかしくないぐらいの肉厚までいっちゃってるっていうのが、まあ、XL CT を見ると分かるという。で肉厚解析っていうソフトウェアが僕らあるので、その解析をかけると、もう赤いところっていうのはもうレッドゾーン、それが結構いっぱいこう出てきちゃうんですよね、はい。で、こう 3D 画像で見ても紫の部分とかで出てくるんですけども、本当に危険なゾーンですよっていうところが色で分かるっていうのが、いわゆるチックネス、まあ、肉厚測定というようなところをやると危険度合いが分かりますよっていう、はい、ものですね。で見てもらうとこのポートをすごく広げてるんですよ。で、そのポートを広げるっていうのはイコール鋳造品で言うとちょっと難しいんですけど、中子が太くなるんですよね。中子ポートの部分は鋳造時には砂型で形状になってるので、ここが大きくなるんです、まあ、また鋳造の時にも説明しますけど、セットする時にこうセット幅っていうのがあって、パズルなんで今度はそのパズルが入らないですね、ポートが広すぎて。なので今回はジャケットの部分を全部 3D プリンターで無理な形状でも、形状にしてしまうというようなところを今考えています。で、まあ、中見てもらうとジャケットの形状があるんですけど、でも僕らが作ったジャケットの形状がかなりジャケット容量は増やしていて、で今回燃焼室も丸からハート型に直します。どっちの方が早いというですね。でそのハート型に直すと今度は中に入っている水路ジャケットが距離がすごく増えちゃうんですね、はい、でその分こう熱を逃がしにくくなるっていう問題があるんで、中のジャケットもハート型にギリギリまでこう寄せて修正したっていうのが今回のビフォーアフター。なんで一番 CT で見て分かるのは、まあ、肉厚をどういうふうに中で設計するかっていうのと、まあ、中のジャケットの形状をどれだけ変更するかっていうのが、まあ、今回 CT 撮ってやらないといけないところですかね、はい。あと実際に純正品のジャケット見てても、どうしてもさっき言ったパズルでジャケットをこう貼り合わせているので、こう貼り合わせの部分に結構バリが出やすかったりして、
そのバリが出てしまうと水が通りにくくなるというような問題があって、まあ、実際にそういったものがやっぱ中に入ってたんで 3D プリンターでやるとこのバリが一切出ないというジャケットができて水の周りの流れももちろん良くなるというところを今回狙うんで、その3点ですかね。ジャケットの形状をきれいに変えて貼り合わせ部位をなくすというのと、まあ、肉厚を 適正な状態に、もういじってあるポートの太さで肉厚を適正を保つと、この3つをためにやるというのが今回のエクセシティの作業ですね、はい、元のオリジナルはどうかちょっと分かんないですけど、だいたい多分筋肉で4ミリぐらいで設計されてると思うんですね。で、まあ、僕ら今回狙ってるのは実は 2.5 ミリで、多分この L 型ヘッドが出た時ってもう30年とか40年ぐらい前なんですけど、その頃って肉厚それぐらい取ってたんですよ。で今現在ってあのアルミでもこう軽量化っていうのがどんどん進んだんで、まあ、エンジンにしてもこうオイルパンとかそういった他の部品見てもアルミで 2.5 ミリ厚っていうのが最薄とされてて、今の現状の設計ってみんなこう 2.5 ミリに移行してるんですね。なので今回のジャケット僕らが作る方は全部 2.5 ミリ筋肉を狙う、薄肉化と軽量化っていうところを両方同時にやります。 XACT を持っていないとまずリバースエンジニアリングができないというのと、今回我々砂型の 3D プリンターを結構ふんだんに使うので、まあプリンター 3D プリンターありきのものづくりになっているので、まあ、従来工法とは製造工法がもう全然違う。ヘッドのこの後の展開というのは、ですね、今もう型の方は製作に入っているので、もうこの後にすぐ鋳造というところなんで、まあ、次は鋳造工程をお見せするんで、そうするとこう、あ、こういうふうにジャケットが入ってるんだとか、だからパズルとしてこう組めないんだとかっていうのは実際リアルにお見せできると思うので、次はその動画をお見せします。